どうもコネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はガンダム水星の魔女を見ていきたいと思います。前回は前日譚を見させていただきましたけれども、非常にねすごい作画クオリティ、そして音楽の壮大さを感じましたし、物語のねストーリーの展開的にもこれからを期待させるような感じでしたので、ガンダムをね全く知らない自分でもすごく心引き込まれるような出来だったので、今回本編の1話ということでとっても楽しみにしておりました。ということで早速ね見ていきたいと思います。それではカウントダウンの後スタートです。はい、始まりました。この子、わー、エリー高等専門学園。あー、大きくなってる。どっか学校に入学するのか、これから。うわ、すごいね。クマのマークついてる。お、あ、前回のやつと違うね、ピンクのやつと。なんか見たことあるガンダムだ、この色。多分形は違うんだろうけど、よく見るガンダムだな。助けに行くんだ。なんでこんなことになっちゃったんだろう。ん？女の子っぽいね。酸素切れ、なんか想像するだけでも怖いわ。これうわー、こんなんが宇宙にあったら夢広がるね。これ学校なんだ。電車もある。あ、なんかあのオレンジのやつ見たことある。こういうのも見たことあるような気もするんだけど。ロボットの操縦とかを学ぶ学校なのかね。音楽がすごいね。
本格オーケストラの音。眉毛がすごい丸かった。え？スレッタ・マーキュリー？水星から、うん、うわっ、何この人たち。助けた子か。地球に逃げたいんだ。いや、すごい。戦闘訓練みたいな感じ？正式な決闘をここで。危ない。紫の勝ちだ。お、お前もって言った。この人が花嫁。家なのこれ。
わ。うわははは。すごいね、このお父さん。うん。あ、知らないの？で、この子はさ、エリーじゃないの？名前が変わってんのかな？スレッタ・マーキュリー。おお、めちゃくちゃうまそうだ。うわー、来た。なんてことするんだ。うわぁ、こんな扱い受けてんのか。お尻？お尻？ホルダー。退学って、うわー、戦うの？え、どんなもんなんだろうね。赤ちゃんの時に簡単に動かしてたけどさ、どういう機体に乗るの？
え、こっちはこっちで何？紫。ああ、これか。このミオリネさんが乗ってんだ。そうだよね、これ乗るの初めてなんでしょ、だって。それで動かせんの。わあ。あれってかさ、前回のあのリンクみたいなのしてなくない？普通にこうやってるよね。違うのかな。よし、スレッタ。かっこいい。おお。いやー、めっちゃかっこいい。
いやいや、かっこいいね。スレッタ・マーキュリー。おお。あ、そうなんだ。え？え？全然ありなの？嘘。ユリなの？ え、そうなんだ。いや、これはちょっと期待できる。期待できるとかって。いや、いいエンディング。やっぱエリーなんだね。名前が変わってんのかな。ああ、何これ、今のかっこいい。あ、YOASOBI。そうなんだ、これ。そう言われればそうだわ。いくらちゃんの声だ。苔に埋もれてんの超かっこいいガンダムが。呪いのモビルスーツ。いやー、かっこいいなー。よし、で、この絵もやばい。え、おもろ。ガンダム、超面白いじゃん、ガンダム。で、今回何？あの二人が、何？花嫁と花婿って感じ？何その設定？超いいじゃん。いや、これはいいね。で、自分1話目を結構遅れて見てるんですけど、2話目が多分日曜日かな。いや、もうすぐだ。超楽しみ2話目。やばいっすね。いやー、これは、やばいぞ。面白い。いやー、皆さんも、まあ、ガンダムね、もちろん知っている方が、生配信の時もね、ガンダム知ってる方たくさん来て、くださっているので、これを見てどういう風に思うんですかね。今までのガンダムともちろんやっぱ比べるところってあると思うんですけど、なんか、そういう方たちのコメントをぜひね、見てみたいなっていう風に思いますので、もしよければ、たくさんコメントいただけますと嬉しいです。ということで、この辺で締めますかね。はい、ということで、今回、同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想ありましたら、ぜひコメントいただけますと嬉しいです。そして定期的に生配信も行っておりますので、もし見つけた時には一瞬でも構いませんので、遊びに来ていただけると嬉しく思います。はい、ということで、今回
ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。